こんにちは、シゴスピチャンネルの管理人ことスピリチュアルの語り部天心です。シゴスピラジオはスピリチュアルにまつわるあんなことこんなこと、世の中にあるこんなことはスピリチュアルという視点で見たらどのような意味があるのといった内容で話していきたいと思います。今回のテーマはスピリチュアル的な真理を探るための必要不可欠な観点とは何かを考えるということでお送りしたいと思います。スピリチュアル的な真理を探るための、不可欠な観点ということなんですけども、まああれですね、その自分自身のそのスピリチュアリティ霊性というものを深めていくためには、さまざまなこの世のありよう、あの世のありよう、霊的な真相とか実相、そういったものをまあね学んでいく必要があるわけなんですけども、学びというのは単純に誰かからこう何かを聞くとかね、何かの情報を得るということだけではなくて、己の中で探求していくというね、己がこう主体的になって、まあ、こう気づいていくというかね、発見していくというプロセスがまあ必要になってくるわけです。ところがまあなかなかですね、スピリチュアル的な真理を探るといってもですね、どうしたらいいのというふうに、思う人もいるわけなんで、まあスピリチュアル的な真理を探っていくために必要不可欠な自分自身の、まあ、観点というか視点、そういうものが何があるのかということを、まあ、お話ししていきたいんですね。でまあちょっとまあ最初に言います、もう初めから最初から答え言いますね。それは何かというと、物事の意図ね、物事あるいは人のあらゆる物事、あらゆる人のね、何かいろんな人がいろんな発信をしています、ね、発信だけじゃなく世の中にいろんなことが起こります。そのいろんな事柄やいろんな物事、いろんな人の発信、そういったものに隠されている意図は何なのかということを知るっていう視点、観点なんですね。意図を汲み取るという観点を持つ、これ結構大事な、すごく究極的でかつ基本的な観点なんですね。これがないとですね、なかなかスピリチュアル的な真理を探るといっても難しくなってしまうんですね。ただこれだけ言ってもおそらくピンとは来ないと思うので、ちょっと現実的な側面からお話ししてみたいと思います。まあ、というのはもともとこの視点はスピリチュアル的な真理を探るというかいう、まあ、広大な、テーマに限らず、現実的に成功している、うまくやっている人たちの特徴をいろいろ見ていくと、まあもちろんいろんな特徴はあるんですけども、その中でやっぱりもう人のね意図というものをしっかりと汲み取れる人と、いつも外している人っているんですね。で意図を汲み取れる人は結構うまくいってるなっていう人がいるし、やっぱり賢いなと思うんですね。だけどいつもいつも意図を外している人っていうのは何やってもうまくいかないという傾向があるので、やっぱり意図、人の発する意図、ね、意思するその意味とは何か、これをまあ掴んでいくというね観点をぜひ持っていただきたいと思うんですね。でまあ現実的な話からいきますけども、例えば私のちょっと恥ずかしい恥をちょっと一個ね、恥ずかしい話をします。私の小学校1年生、ね、多分小学校入学したばっかの頃の話です。相当昔の話なので、まあ、細かいところはちょっと記憶とかなかったり、忘れちゃったり部分もあるんですけれども、私はまあ小学校に入ったばかりの頃、もう相当ですね、あまりできない子でしたよ。ぼんやりしたね、ぼーっとしたちょっとあんまりこうね、なんていうかちょっとどんくさい感じのね子でしたので、まあいろいろな失敗をしてきました。でその中でもすごく恥ずかしい失敗がありましてね、まあ小学校に入ると何が起こるかというとですね、まあ幼稚園とかね、それまではだいたい遊んでるだけじゃないですかね。いやまあそういうとちょっと怒られるかもしれないけど、幼稚園でもだいたいお絵かきしましたとか、お歌を歌いましたとかね、まあ一応それなりのカリキュラムとかその教育的なこともやるんでしょうけども、まあまあほとんど遊んでるようなもんじゃないですか。積み木で遊びました、お庭で遊びましたっていうね。ところがまあ小学校に入るとそういうことよりもまあ学ぶということにシフトしていくわけですよね。教科書があって、ノートがあって、
教材があって、そこでいろいろと知識を得ると。で、まあ小学校になって何が新しいかというと、まあいろんな新しいものがありますから、一つはまあテストがあるってことなんですね。うん、テストが始まるわけです。幼稚園ではテストなんて受けたことはありませんけどね。まあもちろん有名幼稚園とかはまた別かもしれませんけども、私が言ってたような一般的な幼稚園はですね、そんなことはないのでね、遊んでばっかりいたので、まあ小学校に入って初めてテストを受けたわけです。で、そのテストでですね、まあ確か国語のテストだったと思うんですね。まあ0点を取ったわけです。で、私0点。ね、0点取っちゃったんですよ。で、まあ親に見せてすごく怒られ、記憶があるんですけども、なんで0点だったかっていうと、まあ、もちろん答えが全部間違えてたからなんですけども、なぜじゃあ間違えてたかというと、まあ、ちょっと細かいことは忘れてしまったんですけれども、そのテストにはこう書いてあったんですね。昨日あなたは何をして遊びましたかっていう設問があったんですね。そういう設問があったんですよ。確か、まあ、ちょっと言葉とかちょっと若干違うかもしれませんけども、そんな質問です。で、そういう質問に対して、私は、何でしょうね。もう素直にですよ。素直に、昨日何したんだっけと。ということで、いろいろ考えてですね、あ、そういや、近所のね、幼馴染のことを、なんか、こう、お家で何して遊んだなっていうことを書いたわけですね。そしたら罰されたわけです。で、ね、その国語のテストというのは、要は上に文章があったわけです。ね。で、そこには、昨日あなたは 何々ちゃんと公園に行きました。滑り台で滑って遊びました。夕方になったので、お母さんが迎えに来て帰りました。みたいなね、すごく優しいひらがなだけの文章ですよ。小学校1年の問題なんで。それを読んで、あなたは昨日何をして遊びましたかって書かれてたわけですね。で、当然もう今ではわかりますよ。上の文章を読んで、あなたは何をしたかというと、昨日あなたは何をしたかというと、〇〇ちゃんと公園で遊んで滑り台で滑って遊びましたって書くのが正解なわけです。ね。出題者は上の文章を読んで、上の文章の中のあなたは、何をして遊んだのかを答えなさいという意図で書いてるわけです。ところがですね、その意図を僕は読め取れなかったんですね。もう額面上捉えたわけです。まあアホな話ですけどね、うん。まあでも本当に初めての小学校入って初めてのテストで、もう なんだか分かんない。まあ正直その当時はまだ小学校もあんま行きたくないなみたいな感じでね、ぐずってた時期でもありまして。まあそういうのも鑑みてもですね、なかなかのアホな回答を書いて0点を食らったわけですね。つまり意図を見抜けなかったわけです。僕はね。だから0点取ってしまったわけですよ。で、まあお母さんに怒られながら、違うだろうと。ちゃんと、ね、テストっていうのはそういうもんじゃないと。ね、お前の体験談を書く場所ではないと。ね、まあ当たり前っちゃ当たり前なんですけども。で、まあ、あ、そうかと。まあ、テストとはそういうもんなんだってことを学んだわけですね。で、まあそれは非常に分かりやすい例なんですけども、やっぱり意図ですね。テストとは何ぞや、テストの出題者はどういう意図で出しているのかということを汲み取らないと答えは出せないわけですね。うん、額面上にそこに書いてあるものを単純に自分なりの主観で捉えても意味がないということなんです、ね、これをまあ学んだわけですね。で、これまあ今私の恥ずかしい話をしましたけれども、そんなね、これ学校だけの問題じゃ実はなくて、世の中全てがそうだと思うんですよ。例えば仕事で上司からね、いろんな指示を受けました、ね、指示通りやったけど怒られるってこともありますよね。なぜでしょう。それは上司が意図するところを理解できてないから、多分間違った行動をして怒られてるわけですね、おそらく。で、まあもちろんそれは怒られてる側では、なんだよ、だらそう言えよとかね、もっとわかりやすく言えよみたいな話をあるのかもしれませんけども、でもやっぱり、人間と人間のそのね、絡み合いの中で、やっぱりその、お互いの意図を汲み取り合うというね、だ上司は上司で、例えば、その上の上司、さらに上の上司とか会社の意図とかね、より大きな
視点の意図を汲み取る必要があるわけですね。例えば、例えば経理部のね、課長がいたとして、経理部の課長は経理の担当であり、経理のね、まとめ役をすればいいんですけども、でも会社の経理のまとめ役という、会社はそれを何を求めているのかということを常に意識しながら経理の仕事をしなければいけないわけですね。営業もそうですよね。単純に営業してとにかく売ればいいのかっていう、そうじゃなくて会社の経営方針だとかそういうものを踏まえた上で、そういう意図を組み立った上で営業活動をしなければいけないわけですね。つまりどんな仕事であれ何であれ、ね、何かの意図を汲み取れない人っていうのは何もわからないまま表面的な言葉のね、言葉のにまとわりつくね、意味合いの 残像みたいなものに振り回されてですね、真理にたどり着けないわけですね。この世というのは全部意図ですから、何かしらの意図がそこに込められているわけです。なので本当この、ね、世の中でいろんなことを、うまく やって成功させていきたいなというふうに考えるのであれば、必ずその意図は何なのかなということを考えるということが大事になってくるんですね。さて、ここまでが現実的な意味合いですけれども、これはスピリチュアルにおいても非常によく言えるんです。スピリチュアル的な真理を求めるときにも同じように必要なんです。その場合、どういうふうに考えなければいけないか。さて、私たちの人生にはいろんなことが起こりますね。その起こる理由というのは、まあ単純に表面だけ見ればいろんなことが考えられます。だけども、この世で起こることは全ては結局のところ霊界の移し予的なものであり、霊界というのは突き詰めれば原因体である、様々な深海からの意思だったり魂の意思だったり、あるいは様々な干渉を受けた結果これが起こっているということがあるわけですね。ということは今起こっていることが起こったといってね、それにとらわれるというのは何の意味もないわけです。なぜ起こったんだろうかとね、その起こることにどんな意図があるんだろう。つまりすごく単純な言い方をしますよ。単純な言い方をすると、神様が何望んでいてこうしてるのっていうね。もちろんそれは簡単には分かりませんよ。神様って言いましたけど、別になんとかの狼とかそういう個別の神様の話じゃなくて、大きな意味ですよ。この世っていうものを、まあ、統括しているね、神様ね、どんな神様ですかとかそういう話じゃなくて、ね、大きく見た場合に、我々の世界というのは大きな意味で神様が作った世界ですよね。大きな意味でですよ、だけどもその神様は一体何を望んでいるんだろう、何を意図しているんだろうということを常に考えて観点として持ってないと、スピリチュアル的な真実が浮かび上がってこないんですね。なのでいろんなことを表面的に聞いたり得たりして、ああだこうだそのね、枝葉のね、あるいはさまつなる部分にとらわれてしまうと、わからないと、その意図がわからないということになってしまうんですね。なので一つ持ってほしいのは、スピリチュアル的な感じで神様は何を意図してこれを、だどんなこともいいとか悪いとかすぐね、これは損だとか得だとか、いいとか悪いとか、有意義だとか無意味だとかね、すごい薄っぺらいところで結構判断されてしまうことが多いんですけども、そうじゃなくて大きな目で見たらどんなこともね意味があるんですよ。それはでも表面的なことだけ見てたらわからないと、深い意味でそれが起こったのは何なんだろうということを常に、ね、神様の目線でね、目線に立ったつもりで神様は何を意図してそうなってるんだろうっていうね、そういう観点を持つといろんなことが見えてきたり、自分の中で悟れたりすることが出てくるわけですね。それがないと一切そのね、自分なりの真理の探求って進まないのでね、このポイントだけ持っておかないとなかなかスピリチュアル的な真理というものも深まっていかないということが言えるかなと思います。ということで今回はですね、スピリチュアル的な真理を探るための必要不可欠な観点とは何かを考えるということでお話をさせていただきました。ということで今回も守護スピラジオをお聞きいただきましてありがとうございました。守護スピラジオでは、触れてほしいテーマ、スピリチュアルに関する質問などを募集しています。
投稿先の詳しい情報は概要欄に書いてありますので、よろしければ読んでみてください。概要欄は動画下説明書きのところになります。ブログ、ツイッターなどでも情報を発信していますので、そちらもフォローよろしくお願いいたします。またシゴスピチャンネルのチャンネル登録もよろしかったらお願いいたします。ではまた次回のシゴスピラジオでお会いしましょう。さようなら。